日本を引っ張る主戦力たち、ハザスリベロです。いつもご視聴ありがとうございます。今回ですね、日本に欠かせない3人、石川選手、西田選手、高橋藍選手の魅力を配球に絡めながら紹介していきます。配球アニメ派の方はネタバレ含みますのでご注意ください。バレー歴やプレースタイルなど一人一人順番に紹介していきます。それでは一人目からよろしくお願いします。日本の主将、世界の石川、龍神日本のエースであるキャプテン、石川祐希選手のプロフィール紹介、そして魅力を配球に絡めながら紹介していきたいと思います。石川選手といえば、学生の頃から日本代表に至るまで様々な賞を獲得しており、現在は日本代表のキャプテンとしてチームを引っ張ってってくださってる頼れる日本のエースですね。さらに配球ともコラボされていて、41巻の番外編にて石川選手登場されてるんです。そんな石川選手のプロフィール、バレー歴を振り返りながら魅力を語っていきたいと思います。それではまず簡単なプロフィールからおさらいしていきます。石川祐希選手、1995年12月11日生まれの、出身地が愛知県の岡崎市です。配球だと95年生まれは西野屋や田中など2年生と同い年ですね。そして身長が192センチ、 V リーグ時の牛若とほぼほぼ一緒です。そして最高到達点がスパイクが351、ブロックが330です。配球の日本代表で一番高いのが星海の351で一緒なんですよ。なので配球界だと石川選手一番飛んでます。それにしても 173.1センチ で石川選手と約20センチ差あるのに同じだけ飛ぶ星海、何者？主人公である日向も 172.2 センチで最高到達点が350センチなんですけど、この二人何者？いや、この二人は今回置いといて、石川選手約1メーター59センチ飛んでるんですよ。西野屋一人分飛んでます。ちなみに兄弟構成ですが、お姉さんと石川祐希選手、そして下に妹である石川真由選手ですね。そんな石川選手のバレー歴を振り返ります。バレーボールは小学校4年生の時、お姉さんの影響で始められたそうです。配球では影山が小学校2年生からって言って早いって言われてましたけど、小学校4年生も結構早いですよね。今はもしかしたらそんなことないかもしれないですけど、地域によっては小中学校にバレーのチームがないってところもありますよね。特に男子は。日向も中学の時、最初は一人でバレー部じゃなくて愛好会って言われてましたよね。石川選手は小中高校と愛知県の学校でバレーをします。注目していただきたいのがこの成城高校です。この成城高校は配球でもおなじみインターハイとか春の高校バレーで全国常連の強豪校なんですけど、石川選手が高校2年生3年生の時に高校バレーの三大大会と言われるインターハイ、国体、春高バレーで優勝してます。2年連続3冠を達成してます。日向や影山は春高に3年連続全国出場してますが、優勝はしてないですよね。そう考えると凄さが伝わるんじゃないでしょうか。配球読者の方は描かれなかったので馴染みがないと思いますが、この国体というのは国民体育大会の略で、この大会に出場するチームですが、県で選抜されたメンバーで出場することもあれば、その高校そのまんまとか、その高校にプラス何人か付け加えたチームで参加したりするそうです。そのメンバーに石川選手ももちろん選抜されていたってことですね。この2年連続3冠に対し、当時高校3年生の石川選手はインタビューにて、そんなに意識してやっていないのでプレッシャーはありませんでしたと、このメンバーでやれる試合を楽しみにしていたのでと話されてました。成城高校の竹内監督も、学校としてタイトルが欲しくてバレーをやってるわけではありませんし、タイトルを取ったところで選手の人生が変わるわけではないという話を以前からしているとお話しされてました。普通6冠とかかかってたら狙いに行くぞとか、プレッシャーがかかっちゃったりしそうですよね。そして大学が中央大学に進学します。1年生の時から試合に出場し、春季リーグ、秋季リーグ、全日本インカレという大会3つで優勝して、またまた3冠を達成。そして18歳の時に日本代表に選出されます。影山が日本代表として描かれていたのが19歳だったので、石川選手の凄さが伝わるんじゃないかなと思います。そして大学1年生の時にイタリア1部リーグセリエ A のパラボーロモデナというチームに所属します。そして2年生の時に日本に戻ってきて、3年生の時には全日本インカレで3連覇、その後またイタリアに渡ってトップバレーラティーナというチームでプレーしてます。大学卒業後の所属チームはこんな感じですね。ずっとイタリアリーグでプレーされてますね。そして2020年から現在までパワーバレーミラノというチームでプレーされてます。このように大会での優勝歴もたくさんなんですけど、個人賞もたくさん取ってるんですよ。優秀賞だったり最優秀賞だったり、ベストスコアラー、新人賞、サーブ賞、スパイク賞、さらにはベストレシーバーなどなど、すべて紹介していたらすごい数になりますので、ぜひウィキペディアをご参照いただきたいんですけど、直近で行われた2023年のバレーボールネーションズリーグではベストアウ
ウトサイドヒッター、そしてバレーボール男子アジア選手権では MVP に選ばれてます。日本代表としてのプレーは2014年から現在までずっとですね。2021年の4月から日本代表キャプテンに就任されてますね。それでは石川選手のプレーの魅力について触れていきたいと思います。まずはスパイクから見ていきましょう。石川選手は本当に多彩な武器をお持ちなので紹介したいのがいっぱいありますけど、一発目は超インナーですね。田中やボクトがやっていたブロックを抜いてアタックラインより前に落とすスパイクですね。さらにキレキレストレート、これもボクトや田中がやってましたよね。この2つだけでもスパイクを打つコースの幅が広いというのがお分かりいただけると思うんですが、ここでさらに注目していただきたいのが体の向きです。クロスの方を向いて打つ寸前でストレートを抜いてくるんですよ。選抜強化合宿で月島が五色のストレートに対して助走の向きは完全にクロスに切り込む感じだったじゃんと言ってたり、伊達校との練習試合で田中がストレート打ってアウトにはなりましたが、影山が絶対クロスに打つと思ったって思ってましたよね。これをやられてるんですけど、石川選手もっとすごいのがこれの逆、ストレートに向いて超インナー打つ時もあるんですよ。もうブロッカーからしたらどっちに打ってくるのか分かんないですよね。そんな強打があるからこそ決まるフェイントや何打ももちろんあります。そしてブロックアウト、中島健がやっていたスパイクを打ち込む角度を変えてる打ち方や、星宮ひなたがやっていたブロッカーの指先に当てて吹っ飛ばすブロックアウトもあるんですよ。星宮が世界と比べれば180超えてたって小柄でしょうって言ってましたけど、石川選手も試行錯誤して身につけた結果のこの武器なのかもしれないですよね。そしてリバウンドです。体勢が整わない時とかにブロックに当てて仕切り直すやつですね。赤足がやってて僕とか教えてって言ってそれをひなたにまた教えてたやつですよね。どんな状態でも打てるし仕切り直せるんですけど、もう一つ紹介したいのがスナップショットです。スナップショットというのは肘を伸ばした状態で手首のスナップだけで打つ打ち方です。スナップショットっていう呼び方は僕はリベロ革命っていう漫画で覚えました。このスナップショットの利点としては肘を伸ばしたまんまだから打点が少し高くなるっていうのと、腕を振って打ち下ろさないから奥を狙えたりするんですよね。配球では肘を伸ばしたまんま打ってるっていう描写やスナップショットっていう名前自体出てこなかったですよね。しっかり描写は見えないですが、星海が角に決めて監督にエクセレントって言われたあのスパイクがちょっとスナップショットっぽいかなと思います。石川選手はこのスナップショットでいつもよりワンテンポ早くスパイクを打つことでブロッカーとタイミングをずらしたりする時もあるんですよ。そして一歩助走、バレーボールの助走は二歩助走か三歩助走が普通なんですけど、トスが低い時など助走をしっかり取れなかった時に一歩の助走で飛ばないとって時があります。配球でも桐生がトスに対して低いと思ってやってましたよね。石川選手その時もしっかり飛べていて、しかも強打を繰り出せるんです。改めてジャンプ力の凄さを感じれますよね。そしてお待たせしました、フェイクセット。フェイクセットっていうのは打つと見せかけてトス上げるやつですね。これは石川選手、そして今では高橋藍選手もお家芸として使ってますよね。配球ではスパイクモーションからのセットアップとかいう言い方されて、及川や影山、宮治などなどやってましたけど、 V リーグ編での日向のフェイクセット、あれがもうまんまです。ワンをセッターが高く上げてくれて、それをバックアタックで2打つと見せかけてからのサイドにトス。日向の場合レフトのボクトに上げましたけど、石川選手の場合はライトの西田選手に上げてますね。そしてこのフェイクセットの裏話なんですけど、石川選手が大学1年生の時に初めて所属したイタリアのモデナというチーム、そこのチームメイトであるヌガペト選手がやられていた技がフェイクセットでした。このヌガペト選手っていうのが型破りなプレーで楽しませてくださる選手だったんですよね。配球の読者の皆さんも耳馴染みがあるんじゃないでしょうか。ボクトが初めて胸でレシーブした時、その時にクローがヌガペトかってツッコミ入れてるんですよ。このヌガペト選手はフェイクセットだけじゃなくて胸でのレシーブや背面ショットなどの本当に型破りなプレーを得意としてたんです。そんな時にモデナの監督がフェイクセットを石川もしようと言ったのが始めたきっかけらしいです。ヌガペト選手と監督がきっかけでやり始めたプレーだったんですね。でもスパイク打つと見せかけてそっからトスに変えるなんてしようと思ってもすぐにできないじゃないですか。それは石川選手の高校時代まで遡るとルーツが見えてくるんですよ。石川選手は成城高校の竹内監督にオールラウンダーのバレーボーラーになろうと言われてセッターと一緒にトス練習をされてたそうです。さらに高校や年代別の日本代表で2セッターをやってたそうです。2セッターっていうのはその名の通りコートの中にセッターが2人いるみたいな感じですね。配球で言えば月島と菅原が変わって影山と菅原の戦術的ワンポイント2セッターっていうのがありましたよね。あれの影山の体格に菅原がずっといるような感覚です。この2セッターの利点といえば、セッターが1を拾ってももう1人のセッターがトスを上げれるっていうのもありますけど、後衛にいる方がセッターを
して前衛の方はスパイカーをするという作戦を取ることで前衛攻撃3枚がずっと続けれるんですよね。カラスノで説明しますと、影山の体格は沢村がやってますけど、そこを菅原に変えて、影山サーブの時は影山が後衛だから影山がトスを上げる。そしてローテ半周して菅原が後衛に行くと影山がスパイカーになって前衛攻撃3枚がずっと続いてるみたいな感じです。カラスノがこれをやらなかった理由は、菅原よりも沢村の方が攻撃面も守備面も勝っていたからだと思います。菅原もスパイク練習して西野へのトスを打ったりしてましたけど、沢村は本職がウィングスパイカー、菅原はセッターなので、そりゃ歴でも差は出るよなって感じですね。鍵山に関しては田中菅原にハイスペックマジ腹立つわって言われるぐらいキレキレストレート打っていた通り、スパイク力も申し分なかったので、菅原が後衛で入って前衛にいる鍵山もスパイカーとして攻撃に参加っていう作戦がハマったってことですね。他にも菅原が入ることによっていやらしサーブで相手を牽制したり揺さぶったり、月島よりも守備力があるから守備を補う役割にもなるっていうのがありましたよね。とまあ話は脱線しましたけど、石川選手がフェイクセットの時にセッター張りのトスが上げれるのは2セッターとして試合中もトスを上げていたという経験があったからでした。なので日本代表の試合中もミドルブロッカーに速攻上げるシーンとかあったんですよ。星海が白馬にやってましたけど、ほんとあんな感じです。そのトスを高橋健太郎選手がしっかり決めるんですけど、その時の関田選手の Y みたいな反応めっちゃ面白かったです。動画説明欄に URL 載せておくんでぜひご覧ください。そしてジャンプサーブも強力な武器の一つですね。とんでもないスピードとパワーでレシーバー吹っ飛ばすんですよ。そりゃもう気持ちいいぐらいに。でもそれだけではなくて、レシーバーの間を狙ってそこにノータッチエースを決めることも多いです。多く見られるのがレフト側のレシーバー2人の間ですね。さらにセッターが出てくるところを狙ってる時もあるんですよ。配球でもいっぱい描かれましたね。セッターが出てくるところを狙ってレシーバーが乱れるみたいな。さらにショートサーブを打つ時もあります。ショートサーブもたくさん配球で描かれましたよね。五色僕と及川、印象に強く残ってるであろうショートサーブの描写は稲荷崎戦の影山ですよね。身構えているレシーバーの前に落とすっていう。要するに石川選手は及川みたいなもはやスパイクなサーブとそれを布石にしたショートサーブプラスのコントロールも合わせ持ってます。いや鬼バケモンサーブ。さらにさらにブロックもいいんですよね。石川選手1枚になってもドシャッとすることも少なくないんですよ。影山がオジロアランをドシャッとして、日向がトスが短かったからクロスに打つしかないって感じだったって言ってましたけど、それと全く同じシーンとかもありました。石川選手が1枚ってドシャッとした時に、解説が元日本代表の清水選手だったんですけど、打ってくるコースがクロスだと絞っていたし、手の出し方が上手いと解説されてました。あと石川選手レシーブ力もあるんですよ。サーブカットも綺麗に返しますし、ディグスパイクレシーブもコート内に上げてくださるんですよ。レシーブの時にすごいのが攻守の切り替えの速さです。強打をレシーブする時に横に回転しながら威力をいなして完璧にカットした後ターンして攻撃に参加してるんですよね。星海が影山のサーブを後転レシーブして攻撃に参加してるシーンがありましたけど、あれの後転じゃなくて横回転するのが多い印象です。要するに何が言いたいかと言いますと、超オールラウンダーです。もちろん石川選手の努力とかバレーボールへの向き合い方っていうのが一番あるんだと思うんですけど、配球で牛島とサクサが言っていた運っていうのも恵まれてたんじゃないかなと思いました。成城の竹内監督がオールラウンダーなバレーボーラーになろうと言ってくださったからセッティング技術がついていて、モデナの監督がフェイクセットやってみようって言ってくれたから日本のお家芸に今なってますよね。石川選手がやってくれたおかげで高橋藍選手もやってくれて、20歳の日本代表甲斐選手もやってました。フェイクセットだけではもちろんないですけど、間違いなくおかげさまでどんどん日本のバレーのレベルが上がってますよね。自分の努力だったり頑張りももちろんですけど、それプラスに運とか環境も加わったら本当にすごいことになっちゃうんだなって思いました。最後の最後でなんか抽象的。しっかり調べて動画作らせていただいたんですけども、もしかしたらミスがあるかもしれないですし、まだまだ情報量が足りないと思う方いらっしゃるかもしれません。その際はぜひコメントにて教えてください。できれば優しい言い方でお願いします。ということで石川選手の詳細と魅力を配球を絡めて紹介していきました。制御不能怪物サウスポー龍神日本のスーパーエース西田有志選手のプロフィール紹介、そして魅力を配球に絡めながら紹介していきたいと思います。西田選手といえばパワフルなプレーや得点後の雄たけび、さらに古賀紗理那選手との結婚などバレー私生活ともに話題が多い選手であり、現在は日本代表のオポジットとしてチームを勝利へ導くスーパープレイヤーですよね。そんな西田選手のプロフィール、バレー歴を振り返りながら魅力を語っていきたいと思います。それではまず簡単なプロフィールからおさらいしていきます。西田有志選手、2000年1月30日生まれの、出身地が三重県の稲部市です。配球主人
人公日向の3歳下になります。そして身長が 187.6cm、 V リーグ時の宮厚夢と1ミリ差です。そして最高到達点がスパイクが 350cm、 ブロックが330です。スパイクの最高到達点は日向と一緒で配球界ナンバー2の高さです。ちなみに石川祐希選手との身長差は約5センチあるんですけど、スパイクの最高到達点は1センチしか変わらないんですよ。ちなみにブロックの最高到達点は同じですね。石川祐希選手の紹介もぜひ概要欄からご覧ください。話を戻しまして、西田選手は自分の身長より 162.4cm 飛んでるんですよ。高校1年生の時の日向の頭を 4mm 蹴る高さです。ちなみに兄弟構成ですが、お姉さんとお兄さん、そして西田選手の3人兄弟ですね。そんな西田選手のバレー歴を振り返ります。バレーボールはなんと 4,5 歳の時で、お姉さんとお兄さんの影響で始められたそうです。影山小学2年生で正式にバレー始めましたけど、それより早いです。そんな兄弟揃ってみんなバレーをやっていた西田家の兄弟なんですけど、両親はなんとバスケットボールの実業団の選手だったそうです。ではなぜお子さんみんながバスケじゃなくバレーだったのかと言いますと、ご両親が練習に口出しするのが良くないって言ってバスケはやらせなかったそうです。いや、考え方素敵。僕だったら一緒に練習したいとか対人パスしてほしいとか言ってやらせてしまいそうですもん。いや、お前の練習に付き合わせるな。そして西田選手、小学生の時のバレーチームで印象に残っているのが練習後のバーベキューだそうです。夏の練習が午前で終わった時に、練習場の後ろにあった川でバーベキューしてたそうです。配球の東京遠征でもカラスノのメンツがテンション爆上がりになってて、スタメン（月島以外）がみんなよだれ垂らしてましたけど、日本のスーパーエースである西田選手もバーベキューでテンション上がってたって考えるとなんか嬉しい。まあ西田選手のこの思い出は小学生の時ですけどね。そして中学生の時には三重県の選抜チームにも選出されていたそうです。そして高校の進学時は石川選手の出身校でもある成城高校から誘いを受けていたそうです。具体的な戦績などは石川選手の動画をぜひご覧いただきたいんですけど、簡単に説明しますと、配球でもおなじみインターハイや春高で全国常連校ですね。ですが西田選手、地元がいいという理由で開成高校に進学したそうです。そしてこの高校時代なんですけど、三重県の松阪工業高校の壁が厚く、春高バレーの全国出場は一度もなかったそうです。インターハイは3年間のうち一度だけ全国出場したそうですね。結果はベスト16だったみたいです。この戦績を見ると、青根二口の代にインターハイの全国に出場した伊達校を思い出しますね。伊達校もベスト16でしたし、西田選手高校2年生の時の春高代表決定戦の決勝、西田選手は2年生エースとして挑んだんですけど、試合終盤に下半身がつって肉離れになってしまったそうです。チームはエース不在となり敗れてしまったと、そういう経験もされてたみたいですね。配球読者の皆様も日向の発熱退場がある分、感情移入しやすい出来事なんじゃないでしょうか。でも西田選手高校時代、アジアユース男子選手権大会のアンダー19日本代表に選出されてます。さらにその大会で優勝してます。及川がアルゼンチン代表になってた時に、日本にいた学生時代はほぼ無名の選手で全国大会出場経験もありませんって言われてましたけど、それと一緒です。スケールが違うんじゃい、スケールが。さらにさらに高校3年生の時に V リーグディビジョン1のチームであるジェイテクトスティングスに高卒内定選手として入団されてます。選んだ理由はお兄さんがジェイテクトで働いていてバレー部もあると教えてくれたからだそうです。そしてその年の1月、西田選手は春高バレー全国大会に出場できなかったんですけど、高校生選手として V プレミアリーグの公式戦に初出場を果たします。さらにスパイク決定率も 70% を記録。そしてその翌日にはスターティングメンバー入りし、チーム最多の26得点を叩き出します。配球でも高校時代に敗北した者たちが V リーガーや日本代表として活躍してましたよね。西田選手が3年間春高の全国大会に出場できなかったことが良かったのか悪かったのか僕が言うことではないので口をつぐみますが、糧になっていたのは確かなんじゃないかなと思います。配球でこんな言葉があります。挑む者だけに勝敗というしるべと、その莫大な経験値を得る権利がある。今日敗者の君たちよ、明日は何者になる。あ、終わりな雰囲気出しましたけど、まだまだ紹介したいことあります。西田選手高校を卒業すると正式にジェイテクトスティングスに入団、そして同じ時期に日本代表に大抜擢を受けたと。翌年2019年のバレーボールワールドカップではチーム最年少の19歳で日本代表として試合に出場、そこでベストサーバー賞を獲得するんですけど、後で詳しくご紹介します。そして2020年では V プレミアリーグや天皇杯でチームの初優勝に貢献
見されてます。その証拠に MVP や得点王、サーブ賞、チーム最多得点などなどを獲得。そして2021年から2022年の1年間イタリアセリエ A のビボ・バレンツィアに所属されてますね。その後再び J テクト・スティングスに復帰されるんですが、2023年6月の契約期間満了に伴い J テクト・スティングスを退団、そしてパナソニック・パンサーズに移籍されてます。なので日本代表として2018年から現在までプレーされてますね。もちろん2020年の東京オリンピックにも日本代表として出場されたんですが、西田選手なんと14歳の時に中学校での作文にて、夢は2020年東京で開かれるオリンピックに出ることですと書いてたんですよ。しっかり夢を叶えている西田選手、かっこよしおかよ。さらに西田選手インタビューにてこんなことも話されてました。悩んだ時に助けてくれたのがご両親だったと。だからオリンピックに出たのが恩返しと言われてましたね。そんな西田選手にお母様は、全部潰してこいと、あれだけ力をつけたんだから全部ブロックをぶち抜いてこいと伝えたそうです。今となっては西田選手、世界の名だたる壁をぶち抜く選手になってますよ。そんな西田選手のプレーの魅力について触れていきたいと思います。まずはスパイクから見ていきましょう。まずはシンプルにパワフルなんですよ。ブロッカーレシーバーを吹っ飛ばすパワーのあるスパイク。そんなスパイクを可能にする要因の一つがサーキュラーアームスイングです。サーキュラーアームスイングというのはスパイクを打つ時の腕の振り方の種類の一つです。配球でも牛若がやってて説明ありましたが、オーソドックスなのはボー&アローアームスイングといって、引いた腕を上に伸ばして空中で腕を引いてからスイングするっていうフォームですね。ですがこのサーキュラーアームスイングは、引いた腕を上げるときにもうスイングの準備が始まってるんですよね。腕で円を描く感じで勢いを止めず打ち込む、止まる瞬間がないからパワー全部乗せと。しかも沢村曰く、動作が止まる瞬間がないから打ってくるコースがすげえ分かりづらいとも言ってました。沢村は西野屋からスパイカーのフォームとかからコースを読むのも上手いと言われてましたけど、サーキュラーアームスイングは止まる瞬間がないから読みづらいと。ちなみに石川祐希選手もこのサーキュラーアームスイングですね。さらにコースの広さです。サーキュラーアームスイングは胸を広げるフォームなので、ボールを叩ける位置が多く、いろんなコースに打ち込めると言われるんですけど、西田選手広いんですよコース。ブロッカーがクロスに2枚いればストレート抜くし、ミドルのブロッカーが遅れてたらクロスを抜くと。要するにしっかりブロッカーが見えてるんですよね。中でもキレキレのストレートが見ていて気持ちがいい。田中が極上ラインショットつってストレートやってましたけど、あれ何がすごいって、キレキレすぎてラインの上なんですよね。もういわば一番ストレート、それゆえに極上なんだと思うんですけど、西田選手ももちろん極上。ここでさらに注目していただきたいのが体の向きです。クロスの方を向いて打つ寸前でストレートを抜いてくるんですよ。選抜強化合宿で月島が五色のストレートに対して、助走の向きは完全にクロスに切り込む感じだったじゃんと言ってたり、伊達コートの練習試合で田中がストレート打ってアウトにはなりましたが、影山が絶対クロスに打つと思ったって思ってましたよね。ちなみに西田選手、ジャンプチャンネル様の動画に出演された際に田中推しとおっしゃってました。もうプレーも気迫も田中並み。そんなスパイクを可能にしてるのがジャンプ力です。先にお伝えした通り、高一の日向一人分くらい飛ばれてるんですけど、小学生の頃ご両親の指導のもと河川敷にて地面から高さ 2.6 メートルのところにある橋めがけて何度も何度も飛び続けるという練習をされてたそうです。ご本人の努力はもちろん、ご両親の支えもあってのジャンプ力だったんですよね。もう一つ絶対触れなきゃいけないのがバックアタックです。ライトからのバックアタックなんですけど、強烈かつ対空時間が長い。セッターの関田選手が前衛の時って、前衛のライトにスパイカーいないんですよ。セッターがいるから。カラスノも影山と月島が並んで前衛にいる時が攻撃が最も手薄になるとか、滞るローテって言われてましたよね。いや、この画面だと影山レフトにいるやんって思う方いらっしゃると思うんですけど、サーブとかが終わったら影山がライト、東根がレフトに行くんですよ。定位置に戻るみたいな感じで、サーブ打たれる前に動いちゃったらアウトオブポジションっていう反則になっちゃいます。でもリアルの日本代表はここで手薄にならないんですよね。後衛から西田選手飛んでくるからです。これ試合見てて面白いのが、セッターの関田選手が誰もいないライトにトス上げるんですよ。で、誰もいないと思ったら西田選手が後ろからドーン飛んできて強烈なスパイク叩き込むのがほんと気持ちいい。そして何よりもサーブですよね。数々の大会でサーブ賞を取られている西田選手なんですけど、絶対に外して語れないのがワールドカップバレー2019でのカナダ戦ですよね。この試合フルセットまで行っちゃうんですけど、場面は9対9同点の時、サーバーはもちろんこの男西田有志。ファイナルセットは15点までなので、あっという間に終わってしまう、終わりが近いという緊張感の中、西田選手なんと2本連続サービスエース。そして3本目、西田選手最強の矛からの山内選手最強の盾でサーブ&ブロック。そして4本目がなんとサービスエース。これには相手のカナダも後衛の選手を交代するんですよ。さあ、あと2点で日本の勝利ってところで、なんと2本連続のサービスエース。この場
場面でこんだけ打てるって間違いなくメンタルも田中級ですよ。この西田選手の大活躍により日本勝利、この大会で4位になるんです。配球では影山が世界選手権でフランス相手の5連続サービスエースって言われてましたけど、それとほぼほぼ同じってことはフィクション級なんですよ。もう漫画の世界から飛び出してきたんですかっていうぐらいすごいってことです。そんなすごいサーブを西田選手目線と受けるレシーバー目線で体感できる動画があります。動画説明欄からぜひ体感してみてください。西田選手のこのスパイクとかサーブはパワーとかジャンプ力とかスイングが掛け合わさって強烈なものになってるってのはあるんですけど、忘れてはいけない要素の一つとして左利きというのありますよね。配球でも説明がありましたが、左利きのスパイクは回転が逆になるんですよね。だからスーパーリベロの西野屋も正面で捉えたはずなのに弾かれてました。すげえ強打じゃないのに変な方に飛んでいくってありましたけど、配球でも左の脅威というタイトルがあるくらい左利きっていうのは重要な要素の一つなんですけど、沢村や東根は牛若を見てパワー増し増しでコース読めない、しかも左の回転もついてくると嫌な顔してましたよね。はい、現実に存在するのが西田選手です。スパイクとサーブは言わずもがな強烈なんですけど、他にも頼れる場面たくさんです。1枚ブロックで止めてくださることもありますし、レシーブでピンチを救ってくださることもあるんです。ワンのレシーブがエンドライン側に飛んでいって落ちるかって思ったところフライングでコートに返したり、相手のスパイクを片手で上げてそれが相手コートに返って点になったりとか、とにかくチームを救ってくださるんです。日向がゴミ捨て場の決戦で山本のストレートをレシーブして相手コートに返って点になるってありましたよね。あんな感じです。西田選手は反射で右手が出てボール上げたって感じだったんですけど、反射すごいで触れておきたいプレーが、関田選手が相手のスパイクをワンで上げて西田選手の真上あたりに来た時があったんですよ。それをなんとすかさずジャンプしてスパイク叩き込んだんですよ。この時元日本代表の清水選手が解説だったんですが、これは難しい、僕ならオーバーでトス上げるしかできないですと話されてました。とっさの判断力もすごいですよね。助走が取れないとっさな場面でも打ち込めるぐらいのジャンプ力があるっていうのもありますし、ライトの位置で強打でいけるのは左ならではですよね。伊達校の小金川は右利きですけど頑張って強烈なツーアタックしてましたけどね。そして何より西田選手喜び方もすごい。点決めた後の雄たけびがチームの士気も上げるでしょうし、応援してるこっちもパワーもらえるんですよね。田中が上善寺に1回で3点取ったみたいなテンション腹立つって言ってましたけど、西田選手間違いなく言われます。最後にやっぱり触れなきゃいけないのは古賀紗理那選手との結婚ですよね。紗理ちゃん、ゆうくんと呼び合う3歳差のお二人、西田選手からアプローチされたみたいなんですけど、一番最初に会話で盛り上がったのはやっぱりバレーの話だったそうです。この二人の交際にはバレー選手、そしてバレー選手カップルとして先輩の藤井選手、佐藤選手がキューピッド的存在であるとか、西田選手が原因不明の体調不良になってた時に別れ話も出てたとか、これまたいろんなエピソードありますんで、ぜひ興味がある方は調べてみてください。もうバレーボールも恋愛も充実してる西田選手ですけど、 YouTube チャンネルやご自身のアパレルブランドもあるんですよ。バレー選手じゃなかったら自営業したかったっておっしゃるだけあって、いろんなことやられてます。そんなアパレルブランドの名前がクレイジージャンプ。海外の実況の方が西田選手のプレーを見てクレイジージャンプってよく言うそうなので、そこから取ったと。マークはよく似てると言われるゴリラにしたそうです。 YouTube チャンネルとアパレルブランドも興味がある方は動画説明欄からご覧ください。ということで、日本のスーパーエース西田有志選手をご紹介していきました。日本のニューエース、新時代のプリンス、龍神日本のニューエース高橋藍選手のプロフィール紹介、そして魅力を配球に絡めながら紹介していきます。高橋藍選手といえば、相手を翻弄するフェイクセットにリベロ並みのレシーブ力、そしてスパイクサーブともに多彩な攻撃と、まさにオールラウンダーな選手であり、現在日本代表のアウトサイドヒッターとして日本を勝利へ導くエースの一人ですよね。そんな高橋藍選手のプロフィールとバレー歴をまず振り返ります。それでは簡単なプロフィールからおさらいしていきましょう。高橋藍選手、2001年9月2日生まれの京都府京都市出身です。配球の久野辺正彦の2つ下ですね。いや、マニアックすぎる。そして身長が188センチです。 V リーグ時の影山とほぼ一緒ですね。そして最高到達点がスパイクが343センチ、ブロックが315センチです。サクサより2センチ低いぐらいです。高橋藍選手の思考は分からなかったんですけど、身長がほぼ同じ西田有志選手が240センチだったので、同じであると仮定するとジャンプ力は103センチですね。多少の違いはあるかもしれないですけど、間違いなくメータージャンパーだと思います。そして西田選手の詳しいプロフィールも動画にしてますので、ぜひご覧ください。ちなみに兄弟構成はお兄さんと妹さんがいらっしゃいます。お兄さんはサントリーサンバーズにも所属する高橋瑠衣選手ですね。ラン選手と一緒にランルイという YouTube チャンネルもされてます。ちなみに3兄弟の名前の由来なんですが、お父様が野球好きでベースのルイ、ホームランのラン、リリーフのリリが名前の由来になってるそうです。ちなみに妹さんもバレー部に所属してるそうです。さらにモデルのアンリーさんとはいとこの関係ですね。それでは高橋ラン
ン選手のバレー歴を振り返っていきたいと思います。バレーはなんと小学2年生からで、きっかけはなんとお兄さんの練習試合を見に行ってたら休みのメンバーがいて一人足りない状況だったらしいんですよ。そこで監督がラン選手を見つけて、お前試合に出ろって言われたことで、やってみたら楽しくって始めたそうです。もしここでバレーをやってなかったら、野球好きのお父さんとキャッチボールをよくされてたそうで、野球を始めていたそうです。じゃあもう練習試合休んだ選手が高橋藍選手を作ったと言っても過言やねっす。いや絶対過言。そして中学が八ヶ丘中学校に入学されます。バレー部は全国常連の強豪校だったそうです。藍選手がいた3年間は全日本中学選手権という大会で3年連続全国大会に出場、さらに中学2年生の時は優勝されたそうです。そんな藍選手、中学1年生の時は身長の低さもありリベロをされてたそうですね。このリベロの経験があったからこそのレシーブ力なんですよね。ちなみに JOC 杯の京都選抜にも選ばれてます。ちなみにこの JOC 杯っていうのは全国都道府県対抗中学大会、これを英語にしてジュニアオリンピックカップを略して JOC ですね。配球で日立山のセッターの飯綱がベストセッター賞を取ってた大会ですね。名前だけ出てきました。そんな中学時代、藍選手はバレーを続けるか悩む時期があったそうです。その時に相談に乗ってくださったご両親が思いとどまらせてくれたというお話ですね。いや本当に待ってたぞ藍、野球しようってお父様言わなくてよかった。そして高校が東山高校に入学、こちらも強豪校ですね。藍選手はスポーツ推薦でトップアスリートコースに在籍されてたそうです。ちなみにお兄さんのルイ選手も東山高校に入学しており、藍選手が1年生の時にルイ選手も3年生で一緒にバレーされてましたね。そんな藍選手が1年生2年生の時、ライバル校である洛南の壁に阻まれ、春高バレー全国は出場できなかったそうです。なので兄弟で全国には行けなかったんですよね。ただ2年生のインターハイでは全国大会に出場されており、ベスト4の成績を残してるんですよね。なので兄弟で全国に行けなかったっていう悔しさはあるのかもしれません。しかし高校3年生時には藍選手はキャプテンを務めます。そして春高バレーでは全国に出場、その大会でなんと1セットも奪われることなく優勝します。まさに圧倒的強さですよね。ちなみに2019年秋に行われた国民体育大会では京都代表として優勝もされてるんですよ。なので2019年の秋の大会と2020年の冬の大会連続で優勝してることになるんですよね。ほんと圧倒的。配給読者の方は描かれなかったので馴染みがないと思いますが、この国体というのは国民体育大会の略で、この大会に出場するチームですが、県で選抜されたメンバーで出場することもあれば、その高校そのまんまとか、その高校にプラス何人か付け加えたチームで参加したりするそうです。ちなみにこの年の京都代表は東山高校にプラス一人違う学校の選手だったみたいです。そんな藍選手は高校でバレーボールが好きになりましたと話されてます。小中学校の時はバレーが嫌いというわけではなかったけど、友達と遊びたい気持ちの方が強かったそうです。そして石川祐希選手に強い憧れを抱いてたそうですね。いつかは石川選手のような超えれるような選手になって、自分も日本代表としてプレーしたいと話されてるんですよ。今となっては体格のポジションで日本代表やってます。石川祐希選手の動画も出してますので、ぜひそちらもご覧ください。そして春高が終わってすぐの2月、東京オリンピックを控えた2020年度日本代表登録メンバーに選出されるんですよ。これはアンダーカテゴリーを飛び越えての選出だったそうです。ですがコロナにて国際大会が中止になったり、東京オリンピックが1年延期になってしまったんですよね。そして藍選手、大学は日本体育大学にバレーボールのスポーツ推薦で入学されます。以前紹介動画を投稿した山本智弘選手もここの大学卒業でしたね。学生時代ずっと切磋琢磨してきた兄のルイ選手は日本大学に入学されており、別々のチームになっちゃうんですよね。そして2020年の全日本インカレという大会では、兄のルイ選手が所属する日本大学と対決、藍選手が所属する日本体育大学が勝利し準優勝、ルイ選手の日本大学が3位になったみたいです。長年同じチームで切磋琢磨してきた兄弟が違うチームで対決するという、経緯とか立場がちょっと違いますが、日向影山の対決を想起させるなと思いました。その翌年2021年5月に行われました中国との国際親善試合にて、高橋藍選手は日本代表としてデビューします。2日目の試合ではチーム最多得点を叩き出す活躍っぷりです。そしてネーションズリーグ2021ではほとんどの試合でスタメン出場、オランダとの第2戦では26得点を決めて、その日のベストスコアラーに選ばれてます。そして同年2021年の全日本インカレ終了後に、イタリアセリエ A のパッラボーロパドバに2021年22年シーズン終了までの期限付きで入団、ですがその後契約を更新して22年23年シーズンも所属されてましたね。そして2023年の6月から現在までイタリアセリエ A のベロバレーモンツァに所属されてます。なので日本代表としては2020年から現在までプレーされてますね。
それではそんな高橋藍選手のプレーの魅力を紹介していきます。まずはスパイクから見ていきましょう。藍選手は武器が本当に多彩なので紹介したいものがいっぱいあるんですけど、一発目は超インナーですね。田中やボクトがやっていたブロックを抜いてアタックラインより前に落とすスパイクですね。ただボクトや田中がやっていた肩をひねって打つ超インナーというよりは、もっと打っているコースに体が向いている印象があるんですよね。腕や肩をひねっていないわけではないんですけどね、京谷がネットのほぼ真横から助走してライトから超インナーに打ってましたけど、それの助走はいつも通りですけど、体の向きはインナーの方に向いてる番みたいな感じかなと思います。そんなインナーがあるからこそ決まるストレート、これもボクトや田中がやってましたよね。この2つだけでもスパイクを打つコースの幅が広いというのがお分かりいただけると思うんですが、ここでさらに注目していただきたいのが体の向きです。クロスの方を向いて打つ寸前でストレートを抜いてくるんですよ。選抜強化合宿で月島が五色のストレートに対して助走の向きは完全にクロスに切り込む感じだったじゃんと言ってたり、伊達コートの練習試合で田中がストレート打ってアウトにはなりましたが、影山が絶対クロスに打つと思ったって思ってましたよね。ここで注目したいのがスイングのスピードです。腕の振りが速いんですよ。解説の方が腕の振りが速いからブロックの完成より前にスパイクを打てていると話されてました。そんな強打があるからこそ決まるフェイントプッシュなんだ。しかもこれらの技は強打を布石にするだけじゃなくて、ブロックの間やレシーバーがいない手前など相手選手がいないところを的確につくんですよ。星海がカラスの相手にここ以外ないというピンポイントなところにフェイントを落としてましたけど、そんな感じです。そしてその究極系と言っても過言ではないのが背面ショットです。先日行われたワールドカップバレーのフィンランド戦にて見せてくれましたよね。配球でも V リーグ編で僕とかやってたやつなんですが、僕とはブロックとタイミングをずらしてブロックの上を抜くようにやってましたが、藍選手の場合しっかりタイミング合わせてきた2枚ブロックのストレートを抜いてましたね。このプレーはフランスのヌガペト選手が得意とされているプレーですね。そして外せないのがバックアタック。打つコースはもちろん素晴らしいんですが、何より勢いがすごいんですよ。すごすぎて打った後ネットくぐることがめっちゃ多いです。ということはそれだけボールにパワーが乗ってるんですよね。なので読まれたとしてもレシーバーやブロッカーを吹っ飛ばしてくれるんですよ。そんなバックアタックを布石としたフェイクセット、フェイクセットっていうのは打つと見せかけてトス上げるやつですね。これは石川選手、そして今では高橋藍選手もお家芸として使ってますよね。配球ではスパイクモーションからのセットアップとかいう言い方されて、及川や影山、宮治などなどやってましたけど、 V リーグ編での日向のフェイクセット、あれがもうまんまです。ワンをセッターが高く上げてくれて、それをバックアタックで2打つと見せかけてからのサイドにトス。ただ藍選手驚きなのが、アンダーでも空中で正確なフェイクセットを披露してくださったんですよ。器用すぎるし本当に何でもできる。そしてブロックアウトですね。中島健がやっていたスパイクを打ち込む角度を変えてる打ち方や、星海や日向がやっていたブロッカーの指先に当てて吹っ飛ばすブロックアウトもあるんですよ。さらにスナップショットです。スナップショットというのは肘を伸ばした状態で手首のスナップだけで打つ打ち方です。スナップショットっていう呼び方は僕はリベロ革命っていう漫画で覚えました。このスナップショットの利点としては、肘を伸ばしたまんまだから打点が少し高くなるっていうのと、腕を振って打ち下ろさないから奥を狙えたりするんですよね。配球では肘を伸ばしたまんま打ってるっていう描写や、スナップショットっていう名前自体出てこなかったですよね。しっかり描写は見えないですが、星海が角に決めて監督にエクセレントって言われたあのスパイクがちょっとスナップショットっぽいかなと思います。スパイクでもう一つご紹介したいのが、後ろからの二段トスを打つのが上手いんですよね。後ろから上がってくるトスってかなり打ちづらいと言われてるんですよ。後ろにあるボールを見なきゃいけないので、ブロッカーが見えなくなったりするんです。白鳥沢戦で田中が後ろからのトスを打って天童にドシャッと食らってましたけど、あんな感じになるんですよね。でも藍選手はしっかりブロック抜いて決めるんですよね。しかも決定率が半端じゃないです。そして欠かせないのがレシーブ力。レセプション、ディグ両方とも素晴らしい。しかもレシーブした後の攻撃参加も早いんですよ。星海が影山のサーブを上げた瞬間に攻撃に参加してたり、軌道が変わったボールを拾った後に攻撃参加してましたけど、まさにあんな感じです。さらに体勢が整ってない時のレシーブ力もすごい。これは届かないかっていうスパイクにもフライングで片手で上げたり、逆疲れたってスパイクもとっさに腕を上げて肘ら辺で上げたりするんですよね。そしてなんと足でも上げます。手が間に合わないっていうボールを足で上げた場面があったんですけど、まさにブロックフォローした西野屋ですよね。そして吹っ飛ばされたボールを追いかけて足で上げるっていうニコラス・ロメロとほぼほぼ同じようなカバーもありました。もう決めるし拾うしすごすぎる。さらにブロック力もあるんですよ。2枚とか3枚揃って止めることもありますし、1枚で止めてくださることもあります。ハイライトで見たらすごいわかりやすいんですけど、しっかり手が前に出てるんですよね。クロウが手は上じゃなくて前に出せって言ってましたよね。さらに先日行われたワールドカップ
バレでは相手のブロックアウトを察知して避けてアウトにするっていうプレーもしてくださってました。いや、星海を避けた時の月島、一人で星海も月島もやっちゃってる。そしてジャンプサーブですね。鋭いコースにノータッチエースで決める時もあれば、レシーバーを吹き飛ばすサービスエースもあります。さらに触れなきゃいけないのがショートサーブ。ショートサーブもたくさん配球で描かれましたよね。五色僕と及川、印象に強く残ってるであろうショートサーブの描写は稲荷崎戦の影山ですよね。身構えているレシーバーの前に落とすっていう。全体的に言えるのは、自分のプレーを布石にしてさらに次のプレーで得点を重ねるという頭脳派なプレーも多く見られますよね。鵜飼コーチが強敵から必死に1点を取りながら、その1点1点を別の1点への布石にするって言ってましたけど、まさにできてるんですよ。そして最後に触れなきゃいけないのが明るい性格ですね。ルイはこう書いた方がいいでしょうか。試合後のインタビューでおなじみ、最高ですとか、ついには今流行りのひき肉ですも言ってましたね。僕はこれに対抗してマッスルポーズで胸肉ですっていうのを流行らせようと思います。流行らん流行らん。先に説明した YouTube チャンネル、ランルイチャンネルにて様々なラン選手、そしてルイ選手が見れますので、ぜひ覗いてみてください。ということで、日本のエースの一人高橋ラン選手の魅力を紹介していきました。こんな風にバレー動画、そして配球動画どんどん上げていきますので、チャンネル登録にて応援よろしくお願いします。ということで、本日もあざした。